終戦から5年、我が国は瓦礫の中からようやく復興へ向けて立ち上がりつつあった。1950年、朝鮮戦争が始まり、戦後駐留していた米軍が出動。その結果、日本に軍事的空白を生じさせることを恐れたマッカーサーの要請を受け、警察予備隊を発足。7万5000名の隊員募集を開始。翌年、サンフランシスコ講和条約締結。日本は独立を回復した。同日、日米安全保障条約を締結。我が国の防衛の基礎は、アメリカとの密接な連携のもとに固められていた。1954年、警察予備隊、保安隊を経て、陸海空の3自衛隊が誕生した。総隊間もない陸上自衛隊は、自然災害に直面した。特に1959年、明治以降最大の犠牲者を出した伊勢湾台風に対し、陸上自衛隊は初めて全国規模で部隊を投入。被災者の救出や決壊した堤防の早期修復に当たった。ベトナム戦争終結が近づく1972年、アメリカの占領下にあった沖縄の本土復帰が実現すると、米軍から施設を引き継ぎ、那覇駐屯地を新設し、ここに北海道から沖縄まで全国における活動基盤が整備されたのである。その中で1976年、旧ソ連の当時最新鋭のMiG-25戦闘機が函館空港に緊急着陸する事件が発生。こうした中、日本とアメリカは現実に日本に対する武力侵攻が起きた場合の対処要領を具体化するため、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインを締結。1981年、初の日米共同訓練が東富士において実施され、翌年には日米共同方面隊指揮所演習山桜を開始。その後も全国各地、ハワイ、アメリカ本土で行われる共同訓練を積み重ね、着実に日米連携の充実を図っていった。1989年、東西冷戦の象徴であったベルリンの壁が崩壊。翌月には地中海のマルタ島において米ソ首脳会談が行われ、冷戦終結が宣言された。しかし、東西冷戦の終結は世界に平和をもたらすことはなく、かえってそれまで封じ込まれていたテロや地域紛争を噴出させ、1990年には湾岸戦争が勃発した。我が国は国際平和協力法を成立。陸上自衛隊は総隊以来初めての海外派遣の道を開くこととなった。派遣先は20年にわたって内戦が続いたカンボジアであった。陸上自衛隊は600名からなる施設大隊を編成、荒廃した道路や橋の修復作業などに当たった。ルワンダ、東ティモールなどにおいて医療、貿易、給水といった人道支援のための国際救援活動を行い、海外における活動実績を重ねていった。1992年には国際緊急援助隊の派遣に関する法律が改正され、それまで警察や消防隊員などに限定されてきた世界各地の災害救援活動にも自衛隊は参加可能となり、活動を行った。こうした世界におけるさまざまな形の貢献を通じ、日本の陸上自衛隊の存在は世界各地で認められていった。そうした中で、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ、それをきっかけとするイラク戦争により、国際社会によるテロとの戦いに直面した。このため、日本政府はイラク特措法を成立させた。陸上自衛隊は人道復興支援のためイラク南部のサマーワを中心に活動、延べ5600名を派遣し、連日50度を超える猛暑の中で給水、医療支援、学校や道路の補修などを行った。一方、国内においても次々と困難な事態が生起し、陸上自衛隊はその実力を十分に発揮して国民の期待と信頼を獲得していった。
2006年統合幕僚監部を創設、陸海空3自衛隊を一元的に運用する体制にシフトする。また2007年には防衛庁はようやく省へ昇格、諸外国の国防省などと同様の位置づけを得た。そのような中、2011年3月11日、東日本を襲った観測史上最大の地震とそれに伴う巨大な津波が国土に未曾有の被害をもたらした。自衛隊は過去最大規模の統合任務部隊を編成して陸海空の力を結集。また米軍と陸上自衛隊は友達作戦と称して共同対処を実施した。また国際平和協力活動の実績も着実に積み上げていった。そして2012年には国際社会に対する新たなタイプの支援活動として能力構築支援を開始。また陸上自衛隊はもはや一国のみで自国の平和を維持できない安全保障環境に対応するため、日米豪をはじめとする二国間多国間の共同訓練を充実強化するとともに、同盟国や関係国との防衛協力および交流を推進している。2015年、日米両政府は日米防衛協力の指針ガイドラインを18年ぶりに改定した。これにより自衛隊と米軍が切れ目なく対応し、日米同盟がグローバルなものであることが確認された。より一層厳しさを増す安全保障環境に対応するために策定された国家安全保障戦略の3つの目標に基づき、2号大綱において示された統合機動防衛力の実現を目指して、即応機動する陸上防衛力を構築するため、総体以来の大きな転換点を迎えている。そして積極的平和主義のもと、日本の平和と安定、世界の平和と安定のために、陸上自衛隊はこれからも進化し続ける。